第1部のラクウェルマラソンをしているところですね。食堂が終わって続きをやっていこうと思います。でもよかったね、友達が信じてくれて。なあ、まあな。ちょっと待って、今の言い方って。なあ、まあな。どっちなんだろう。なんかよかったねってニヤニヤして言えばいいのか。なあ、まあな。含みがあるように取っていいのか。難しいね、千の奇跡。どうかな。ということで、顔なじみのバーですね。あ、ライナー先輩じゃん。セーフには文字通り門前払いだろうね。おまけに今度は全土の国有林の運用調査。国有林の運用調査ってルナリア自然公園も入ってるとか、ああいう系の話なのかな。ヒックって酔っ払ってんの。焼け酒なの。程度に帰ろうとするとまずは調査が終わってからって追い返される。あー、かつてない圧力。なるほどね。やるまで帰ってくるなど。ね、少し気になるけど気落ちしてるみたいだし、今は声をかけないでおこうか。なるほど。いいぜ。なるほどね。ジュリアさん、彼女マジの知り合いだったはずだな。死んだおふくろつながり。知り合いが一目で分かってくれるのちょっと嬉しくないですか。そしてこの愛しの対応がまた良きですね。本当に無事だったのね。ん？まあでも本当にって言っても、まあただつけただけのあるけど、なんでしょうね。意外と驚かない。あー、一足先に彼女が教えてくれたばかり。ミルサンテにいる同級生から連絡があった。あー、はい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 。白樺亭2階の部屋で待ってる。あー、なんか調査に行ってた。どうぞ。他の分校生、マヤちゃん。そっかそっかそっか。前アッシュ君、みんなもよく無事にたどり着きましたね。よかった、マヤちゃん会えた。前さ、なんかここお父さんがさ酔っ払って入り浸ってた感じだったから、まあ顔なじみっちゃ顔なじみなんかね。シドニー君から連絡されてさすがに驚きましたけど、改めて私にも詳しい話を聞かせてもらえますか。今飛ばした。私本当に良かったですって言ってた。ごめん、なんかすごいいい感じに丸ボタン押しちゃった。お店の常連だったお父さんのつてでこちらに。はい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 。ダメ元で父を訪ねたけど最近は店に顔を出してない。徴兵されたんかね。そんな、だよね。私もね、その説はあると思う。前やってた人って声かけやすいよね。要領知ってるだろうし。元狙撃手のジョゼフ隊、階級昇進などの待遇。あー、エオノーラ、そうね。グスタフも故郷の鉱山町がそう遠くなかった。はいはいはい。サンディちゃんはアルスター出身ね。その二人は故郷のある北の峡谷道の先。レオネは知り合いがいるというカイト方面にそれぞれ情報収集に向かった。峡谷道周辺では赤黒い不思議花の目撃情報がある。お、それはいい情報ですね。可能性は高そうですよ。オルディス、編集でも行ったミゼの実家。
何か情報。レオネ曰く難航している。暫定統括者に就任したというレーグニッツ帝都知事による警備体制。あー、そういえばパート1で見ましたね。現在ジノー海洋要塞に駐屯している第三機甲師団の影響。第三機甲師団がジノー要塞。石岩のゼクスね、あのノルド にいた第三機甲師団。なるほどな。知事さんは演習でお世話になったけど、クルトクのおじさんっていうのはじゃない、空の奇跡 ASC にから登場しているゼクスさん。定期軍でも3本の指に入る名称。内戦ではオーレリア将軍の師団と戦った方。そうだったね。あの方々がラマールに来てるとなると、現行メンバーでのカイト方面は少々厳しい。避けた方がいいか。そっか。ね、かなりいい情報だったね。はいはい、ありがとう。あ、マヤが更新されましたね。ちょっと私まださ、千の奇跡2のさ、アルスターのドラマ GD 聞いてないからさ、ちょっとマジで聞こう、そろそろ。そういえば、パート1かなんかでアルスターのやってたもんね。絶対行くよね。ちょっと見とかなきゃ。見とかなきゃじゃない、聞いとかなきゃ。ん?これ何のマーク?あ、なんでもなかった。一時期は軍マーシュのことを探していた。レストってした方がいい?してもしなくてもいいかな。でもまあ100だからしとくか。オルリスか。悪かねえな。悪かねえな。そっか、悪かねえなになるんや。で、こ、な、ん?なんか、ん?これ、あ、ん?なに?ジュークボックス?なんだなんだ。ジューメラで音楽が聴けるようだ。聞く。ルードゥなるほど。ああ、ランダムでかけてくれるわけじゃないんだ。無駄がね。なるほどね。で今の何でっていうことで、私が今何か気づいてなかったかな。よし、じゃあ、ラクエル礼拝堂に行こう。この不思議な場所にある、そして不思議な形の礼拝堂。誰ですか。イートン司祭。また相変わらず物騒なことを言ってますね。その手のトラブルも増えている。ああ、そうなんだ、大変だね本当に。このような状況では致し方ない。このような状況では致し方ない。ああ、はいはいはい。教会の関係者ある程度裏の事情を知ってそう。責任者クラスの人なら危機感は共有している。ほうほうほう、なるほどな。なんかこの人若そうでさ、なんかどっちかちょっと軽そうなのに、すごいこうしっかりしてる感じがあるよね。そしてアッシュのお知り合いのオルファさん。アッシュのこと思ってくれてるね。アッシュの世話を焼いてたっていう
なんかこういうのニヤニヤする。新規クセつらはその辺にいっとくんだな。良きですね。道は必ずある。隅をあらが、あらがおうと立ち上がり、前を向いてここまで来たあなたなら、本当は心優しく面倒見のいいあなたを見てくれてる人はちゃんと見てくれてる。ほんとねー。そしてね、なんかね、アルティラがこういう風にね、口をね出してくれるのがね、ニヤニヤしませんか？私はニヤニヤします。ママちゃん、ママちゃん、うんうん、あちこちで喧嘩騒ぎが起きて、このラクエルすごそうだよね、喧嘩騒ぎ。はい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 。うんうん。徴兵前の息抜き、嵐の前の静け者のような感じ。うん、そうだね。にゃんにゃんにゃー、ヴィンテージマスター実はですね、じゃないですよ。はいはいはい。弱すぎて相手にならなさそう。うん、喜んで、しごいてやんよ。では早速やりましょう。前回何もらったんだっけ。レキューもらったんだ。レキュー入れたいな。レキューは使える子ですよ。この子に今やめて、ここ。あ、待ってよ。そしたら赤がとんでもなく少ないけど、大丈夫ですか？まあ、いいでしょう。戻って、対戦開始。あ、そういえば、ファイターとか買ったんだっけ？それでは、よろしくお願いします。お願いします。高校です、私。まあこれでもいい気がする。 OK。 私はなんかほんと光栄の札が来るか来ないかで、そう、あのエフェリオンくんが来るか来ないかでかなり変わってくる気がするんだよな。2でしょ。あとこれの子はすぐ使えるから、スキル、あ、行動時直すのか、これ。いける。で、攻撃し、上のエビリオンもね、気になるけどね、やばそうよね。魔晶石ちょっと取っとくか？エビリオンくんが出たら、エビリオンくんに使いたいかもしれない。何それ。シスターってなんだ？あ、回復した？何した？あー、体力に回復すんの？それ厄介ですね。厄介だな。最初に2ダメージ与える。これで攻撃して、ヘリドットちゃん、あ、ダメなんか、ダメなんか、どうしようかな。スキルか、いや待てよ、これでやればいいんだ。でスキルを、あ、これいいじゃん、やって、攻撃をする。でいいですか？かんな、なんか仮眠を取ったんですけど、まだちょっと頭が寝てるかもしれない。出てこないね。使っちゃおうかな。ちょっと使うんだったら早く使うべきだった。攻撃を2、あー
レキュウくんが頑張ってるぞ、地味に移動してスキル、で、3か、そうよね、使っちゃうか、スキルもあれやもんね、スキルよりは。で、間違えた間違えた、あ、でもスキルが使える、使うか、もう、いや待って、まだいいや、ねえ、厄介だよただ長期戦になってるだけだよ。スキル使って2でしょ、こういけるでしょ、ここいけるでしょ、いけるでしょ、で、この子は使えんくて、あ、後ろにしてあれにすればよかったわ、使おう、これも、よいしょ、こうしてこう、はい、うん、さて、もうこんなにカードがありまくるときなんてないっていういやもう場にカードが出まくってるんだけど、攻撃して何が出る、抹消石か、攻撃してメルディックは体力回復か、あと4、いなくなっちゃうけどいっか、で、出して、ほい、なるほどなるほど、スキルは行動封じか、3か、3か、スキル、いっかな、で、あ、そっか、1も与えられんのか、で、治るんだ、あ、ほんとだ、行動封じを解除するって書いてあった、目が節穴、よっしゃ、まだまだ未熟ですね、ディアルマもらいました、ディアルマ、これね、体力回復する子、よしよし、どう、これで回ったくない、さすが帝国有数の歓楽街、かなりの情報が集まったね、ユウナがこうずっと言ってくれて、すごい私的にもなんかそんな気分だから、すごい、なんだろう、感情移入よかったね、アッシュが言ってた悪友の忠告の話かな、マヤの情報が気になる、会場要塞にいるおじ上とコンタクトを取れればと思うんだが、なるほどね、ハイド方面の警備はかなり厳重、
受脳解除要塞まで行くのってオルティス通らなきゃいけないんだっけ。浮かずに近づけば将軍に会う前に捕まる。得意点の調査を優先するべき。サンディさんやグスタフさんが向かった北にはプロレマ層らしき目撃情報もある。外れだった場合随分遠い分盛大に時間をロスしかねない。あ、別れる？じゃない。何？ドーゼリアさんのペンデルも、あれ、アッシュ見たことないんだっけ。得意点を探すシルベに使える。あー、確かに。あ、反応してる。てか今までなんでやんなかったの。むしろ。え、あー、北東の方。おっと、そこまでだ。誰の声だこれ。あー、いや、ちょうどあなたのお店には行きたかったんですけどね。教官たちの同窓生の、え、なんか物騒な SP 的な人いますけどね。クライスト教会の常務取締役ヒューゴ・クライスト氏ですね。また会ったな、新七組。懐かしい顔もいるみたいだが、同じトールズ出身同士、よかったら少し話でもしていかないか。政府の犬野郎ね。いい意味のヒューゴ、そういう子に見えるもんな。ギャー。待って待って、右だよね、ハーマンだよね。包囲されてますね。とある筋から辻の連絡があって、とある筋の連絡、なんということでしょう。やっぱりそういうことかよね。やっぱ売られてたか。だけどまあ忠告はしたんだね。黒髪くんの。待ちたまえ、クライストくん。誰だ？声じゃ分かんなくなってきた。ああ、なんということでしょう。いまだに左の人の先輩の名前が思い出せないな。てかすげえウェーブだな。何ですかではないだろう。私の客人に何か用かね。左の先輩はさ、でもヒューゴ1年生だったか。それとも先ほどの協定、早速保護にするつもりなのかな。協定、なんかお話ししてたの。俺も立ち会った以上、見逃すわけにはいかねえぜ。ホーム、知り合いに似てたからたまたま声をかけた。なるほど。あ、そう、フローラルド。いや、フローラルドなんだっけな。待ちなさい、待ちなさいとな。ヒューはあんたなら知ってるんじゃないの。ミントたちベッキーの行方を知ってるの。あ、でも掴んでそうかね。俺の方が知りたいくらい。どっちだろうね、ちょっと分かんなかったね。まあ知ってんのかな、分かんなかったな。ねえ、助けられた。いい服だな、好きかもそのデザイン。97組の知り合い、あの時は様子を見させてもらっていた。遊学の獅子の門を背負った同士、学年は1年違うね、先輩で妹さんと同級生だった。そう。申し遅れたね。私はヴィンセント・フロラルド。はいはいはい。フロラルド伯爵家が長子にして、トールズ始まって以来の愛の狩人と歌われた貴公子さ。それはどうかな。
かな。その愛の狩人はオリビエに譲ってあげてください。オリビエもねトールズ出身だから当時はそうじゃなかったんかな、知らんけど。